死にたいこと時々あるよね。もう全てを終わりにしたいと願った。そう楽になりたい人は誰もみんな弱い生き物なんだ。死にたいことあっても当然自分の涙で溺れそうになる。後から振り返ってごらんよ、あんな辛く苦しく悲しかった出来事が些細なことに思えてくる。時が経てば気づくものだ。あの頃の僕も今の君と同じだったんだ。だから1年後、今度は君が僕のように絶望している人に伝えてほしい。